おお、まあ43。40オーバー来ましたね。おお、動いた動いた。おお、ホイールのフェイスがこっち向いてますよ。前から見てもすごいですね。うわー、なんだこれ。おいおいおい、ホイールの裏側見えてるじゃないですか。そう、17インチのオフセット25、それが神サイズ。日常使いでもかなり良さそう。恩恵を受ける方が多いと思います。こんなにキュッて曲がんないですよね。曲がんないです。まさかですね。どうも、車のちゃんです。ブーン。はい、え、そうなの？あ、そうじゃないですか。今確認取りましたよ。ケヤキでスマスですよ。今確認取りましたよ。あ、そっか、じゃあ行きましょうか。はい、ブーン。あ、ブーン。はい、はい、ということでグタグタに始まりましたけども、はい、今回は風間オートさんに来てますね、はい、よろしくお願いします、はい、前回、ザッカーのドリフトチャレンジ、はいはい、っていう企画で、はい、風間社長、はい、風間俊原さんとお知り合いになって、まあいろいろ2人ね、ドリフトのこのダメ出しをいろいろ教えてもらいました。教えてもらいましたね、うん、まあ、あの走りの面もそうだし、はい、あと車のこういうとこやった方がもっとやりやすくなるよとかっていうところを、はい、教えてもらって、今日はちょっと、まあ、ドリフトをめちゃくちゃ俺もするわけじゃないんだけども、うん、やっぱりドリフトもできるような、やりやすいような車にちょっとしていきたいっていうところで、どんなパーツを取り付けていただけるのかっていうところを、じゃあ早速紹介してもらいましょう。どうぞ。お願いします。こちらにお願いします。あ、こっち。おー、通り過ぎていった。そういうこと。おっと、トリッキーな動きをしますね。いえいえいえ、よろしくお願いいたします。お越しいただきありがとうございます。いえいえ、風間俊原の風間俊原です。風間です。よろしくお願いします。いや、前回ありがとうございました。あ、この面白かったです。いや、面白かったです。めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ熱かったですけどね。熱いし、面白いし、本当に、はい、あのいい経験させてもらいました。こちらこそ。それでね、あの今回は、はい、もうちょっとドリフトがしやすくできるんじゃないかということで、ちょっとうちのパーツをつけて、ちょっと乗ってみてくれないかということで、今回ちょっとお呼びしたんですよね。ロアアーム、ロアアーム延長することで、まあ、キャンバーがつく、はい、まあ、曲がってる時でも設置ができるという形でロアアームをつけたり、ドリフトしてると結構アームが動きすぎて、タイヤが曲がってしまうとかっていうので、ちょっと強化タイヤをつける、はい、ナックルをつけることでショートナックルなもんで、タイヤが短くなってしまうので、タイヤロッドで長さを調整してロングタイロットをつける。そしてナックルをつけることで切れ角がアップできます、はいはいはい、スタビライザー、はいはい、このバインバインっていうやらしさっていうかな、そのちょっと嫌な感じの変な動きがするところを直すっていうスタビライザー、うちが使ってるスタビライザーをつけてもらって、これさえつければもう誰でもできますから、かなり変わります。だからまだ3レベルでこの前見た感じではもうほぼほぼできてたんですよ、はい、それがもっと、もっとここでもスピンしないのっていうところまで行きます。ああ、そうなんだ。切れ角があるとそうか。あと家に1回で入れる。いや、街乗りとか車庫入れがめちゃくちゃめっちゃいいじゃないですか、それ実用性が、はい、じゃあ今日はこの取り付けを、まあ、ちょっと先に商品少し見せていただいて、はい、まあ、こういう特徴があるよっていうのをやってもらって、まあ、取り付けてもらって、この後あのこの踊りでやっちゃう感じでいいですか。あ、それはちょっとダメですね。ここは国道16号、国道16号、千葉、埼玉、神奈川、東京、すぐお前さん来ますか。すぐ来ますね。はい、じゃあこちらに商品があるということですけれども、うん、はい、はい、どういった特徴がございますでしょうか。特徴はですね、やっぱりこれはうちの、一番の得意技っていう型ですね。型、金型、金型、これに関してはプレス型っていう、あの要は純正の、ロアームと同じ製法で作ってる、このプレスでこうやってパチンってやる。うわ、じゃあもうめちゃくちゃ精度も高いよ。そうですね、基本的には純正と同等の強度と精度があるっていうことで、作ってます。それチューニング品って言ったらやっぱりなんかこう純正よりは劣るイメージがあったりもしますけど、そんなことがないっていう。そうですね、うちも昔からドリフトをやってるもんで、はい、まあお客さんのナックルを切ったりロアームを切って溶接して延長したっていうことがあったんですけども、やっぱりサーキットでやっぱり、スポーツ走行したり、うん、ドリフト走行したりすると折れちゃうとかっていうのが一番の、まあ、懸念っていうのがあるんで、じゃあうちでも型で作ってしまおうと。おお、いや、これすごい、すごい、ほんと純正。確かに。で、こちらが鋳物型っていう、鋳物型、鋳物で全部作ってる流し込み系の、ね、これ作ったんですよ、ね、そうです。これ鋳造型なんですけども、すごいですよ、これ。これも純正と同じ製法で全部作ってるもんで、はいはい、昔は切って、あのショートにして溶接して作ってたんですけど、うちはもうそのまま型でやってるんで、まず折れない。じゃあ純正切ってだと折れる場合が結構あったり。やっぱり鋳物なんで、鉄と鉄なんで、溶接しても中まで入ってなかったりすると、まあ、全部ね、折れちゃうってことはないと思うんですけども、折れやすかったり、基本的には、ね、危ない、
煮物で本当は切っちゃいけないので、あ、はい、じゃあそれをだから流し込みで1回成形、流し込みで1回で1体成形で作ったのがこの商品で、ちょうどもう間違いないと、はい、で、まあ、こういうのもみんなあのうちが設計して全部作ったあのタイロット、例えば普通だとこれだとあんまり中入っていかないんですよ、こうやってやってよってると、はいはいはい、うちのやつはここまでなんか切れる、切ってあるんですよ、なので奥まで対応できると、なんかさせ幅ができる、本当はこう5センチぐらいがみんな終わりなんですね、はいはい、うちはもう7センチまで切ってあるんで、ドン付きまでいけるようになってるので、ドン付きまでいろんな対応車に対応できるとかしていっぱい作ったですか、ノウハウが詰まったタイロット、本当に純正ですね、まあ、純正の形そのままなんです。いやすごい、グリップ用とドリフトで分けられるようにうちはこうわざと鋳物で作らないで分けたんですね。どういうことですか、知恵の輪ってあるじゃないですか、 あ、はいはいはい、あれをつけることによって切れ角アップがするんですけども、はい、グリップの人は切れ角が嫌うじゃないですか、うんうん、だったらこれを取れば普通に純正と同じなんです。あ、そうなん、純正と同じ強化タイロットなんですね。あ、なるほど。でこれ入れると切れ角アップ強化タイロットもあるんです。この一つで変わるんですね、はい、でそれもいろいろうちもラックに、5ミリを足してつけました、うん、ギリギリですね、うん、6ミリだと当たってついちゃってシード取っちゃいますね、うん、じゃあ 4.5 とかにしたらちょっといい感じで大丈夫だったからこんな切れ角アップのスペースは売ってないぐらい微妙なところとついてるんですよ。でこれも本当はもっと切れ角アップしてあげればいいじゃんっていうところなんだけど、やっぱり一般のお客さんと、はい、競技出てる人と考え方が違って、うん、やっぱり一般の人は切れてでも壊れるまではつきたくないよっていう、その微妙なところって言ったら 4.5 だ、なるほど、5ミリにすればいいじゃんなんだよ、その 0.5 がね、コンマ5が絶妙なところだったんです、うん、はい、なるほど。あとこのロアアームなんですけど、はい、あのなんかバリエーションがあると伺ったんですけど、はい、ロアアームはやっぱり、もう ZN6 から出てきてもう10年ぐらい経つので、もうこれも結構傷、ボールジョイントが傷んじゃってる、曲がっちゃってる車も錆びちゃってる車もあるっていうことで、うん、うちはノーマルサイズも作りました。ノーマルサイズ、ノーマルサイズ、まあ、置き換えで、そうですね、20mm、 20mm、 ここから20mm 延長ですね、はい、で30mm 延長、 30mm 延長で、ノーマルはまあほら今ついてるやつが調子悪いからノーマルにしたいなって人で変えればいいし、リフレッシュ用に使ってもらってもいいし、20mm はちょっともうちょっとキャンバー欲しいよね、うん、そういう時に使ってもらう。 30mm はちょっとサーキット重心にちょっとキャンバーがっつりつけていきたいよ、うん、ただやっぱり 30mm だとすごい車の角のタイヤの角がワイヤーが出ちゃうとか、はいはいはい、もう1ヶ月2ヶ月出ちゃうので、はいはい、まあ、通勤してるんだったらうちは 20mm ぐらいのがいいんじゃない、うん、20mm 延長ぐらいがいいんじゃない、ちょっとサーキット寄りの人は 30mm、 なるほど、両方でうちはノーマルも 20mm も 30mm も、スバルもトヨタも全部公認処理ついてるので、そのままその持っていっておけば車検取ります。あ、へえ、あ、そっか、一応車外アーム、車外アームなんで一応公認とは取らなくちゃいけないんですね、はいはいはい、なんでそのうち別売りになってしまう書類が出ますので、うん、それを車検の時にそれも一緒にくっつけていただければ車検通ります。へー、はい、ハードルが一気に下がりますね。そうですね、一応これは全て、リーガル車検対応商品になってますので、うん、素晴らしい、はい、で今回付けるのが 20mm。 そうですね、グリップもドリフトもやるってことだし、うん、そういうことだって、まあ、ギュンギュンね、サーキット派の大会派じゃないので、うんうんうん、まあ、今回は 20mm にして切れ角をちょっと体感してもらおうかなっていうことで、でも 20mm でも全然変わるわけですもんね、はい、それは気になります。で大体ノーマルが大体3度とか3度半ぐらいが限界ですね、はい、アッパーでやっても。でこれで 20mm にすると大体5度ぐらい、4.5 から5度ぐらい、はいはいはい、で 30mm にすると5度半から6度ぐらい、あ、もう6度とか5度とかは結構大会に近いと、まあ、D1 とかはもっといい、そうですね、うちらなんかもう10とかで、ね、10とかありますみんな横移動できませんそれ。僕はアライメンテスターさんにこうテスト、はい、講習受けたことあるんですけど、はい、5度以上は壊れてるって言われて壊れてる、いや、うち5度以上の車しかないんだけどって言ったら5度以上は壊れてます違う違う、いや本当競技車両って前すごくて、うん、結構後ろはそうだよ、曲がった時にね、うん、接地面が多いんで、あ、曲がった時にか、なるほどなるほど、まっすぐの競技じゃないですね。なんでこれをつけてもらえば馬さんが乗って帰ったらもうすぐドリフトができるような、やばいっすね目の前16号なんで、じゃあ、ね、早速国道16号、はい、そこはちょっとやめてもらっていいですかこちらのスタビライザーはどんな特徴が、ね、うちが作ってきたのが、はい、ロアアームなくでつけてきて、はい、あ、これいいじゃん、はい、と思ったんだけど、なんか動きが変だよねっていうことで、うん、競技車両見たら、競技車両はみんなスタビレスで走ったんですよ。スタビレス、そうなんですね。スタビレスにするとやっぱりこの
足回りのストレスが全くなく曲がるので、これどっちの方がいいねって言ってスタベースにしたんだけど、競技とかこの辺走ってる部分はいいんですけど、高速道路とかちょっと直線でスピード100キロぐらい出すと、もうフロントがいないんですよ。なんかもうふわふわで、そんなに変わるんですね。あ、これがスタビなんだねっていうことで、スタビが大事だったっていう。じゃあなんかないかなって言っても、シルビアの足回りと86の足回りの違いって、86はスタビが車庫帳についてる、でシルビアはロアームについてるんですよ。そうするとシルビアは本当ストレスなくなるのに、86はストレスがあるってことは、じゃあこの車庫帳についてるスタビをロアームにつけたらいいんじゃないっていう簡単な考えで作ったのがこれで、特にこれもあのうちもこの型から作ってるんですけども、これに関してはもうシルビアと全く一緒です。そうなんですか。はい、シルビアで、これを買うとむちゃくちゃ高いです。今値段がめちゃくちゃ上がってます。うちで買うと安いです。あら、あらららららら。86はこれサービスホールがついてるんですよ、2個。なぜか、なぜか僕のために。僕のために。トヨタさんがつけるんですけど。なるほど。で、ここにつけて、ロアームとスタビをつけることによって、車庫帳フリーになるんですね。なので、バインディング現象も起きないし、はいはいはい、あのその足回りのストレスがなくなりますよということで作ったんです。ステアリング切った時のなんかダンパーの動きが良くなりそうですね。そうですね。その今まではその強制されちゃったというか、このこれが車庫帳についてたもんで、前回来た時にこの足回りを引っ張っている状態だったので、それがなくなるのでかなり運転はしやすいと。でこれあのノーマルと同じ、バネレートになってます、あのスタビの方が。ノーマルと同じ。そうなんですね、はい、なんか結構長いじゃないですか、はい、だから結構柔らかくなっちゃうのかなと思ったら、そうでもないですね。本当は強くちょっとバネレートを硬くしたり太くしたりすれば、バネレート硬くなるんですけども、それはやっぱお客さんの好みとか使用状況とか、例えばドリフトやるグリップやってるのと違うので、僕らなんかはこれをつけたらバネレート1キロ2キロ上げるとちょうどいい、ああなるほど、ちょっとこれで柔らかいよっていう人はバネレートを上げた方がいいと、はいはい、なるほど。ただこれをうちらが先に上げちゃうと、みんなお客さんが迷っちゃう、こんな硬いのとか、なるほど、しっくりこないねとかになってしまうので、ここはノーマルのやつにしてあります。そこはちょっとお客さんの方でね、もうちょっとバネレート上げたらもうちょっと走りやすくなってやるとか、確かに遊んでもらえるといいかと思います。ってことはじゃあこれはノーマルのアームにも全然つく、つきます。なんで、別にドリフトやってないんだよと、僕はそのバインディングだけ直したいんだよねっていう人はこれをつけてもらって、ノーマルのこのサービスホールに純正もこれ入ってますんで、風間さんのためにね、そう、開けたトヨタさんが開けてくれたそこにつけてもらえれば、その バインディングがなくなって、めちゃくちゃいいですね、はい、多分ドリフトもグリップは全然いいと思います。特に車庫入れの時ってやっぱ一番前切りしていくと最後ギュッってなるじゃないですか、はいはい、あれがなくなりますね。だから女子のオートマにはバッチリです。女子のオートマにもおすすめ。シリほうほうほう、女子はみんなほらあの、ね、車庫入れ大変でしょ、はい、で必ず末切りまで行っちゃう女子がいるから、それがもうスッていく、戻されない。確かに切れ角ってやっぱドリフトのね、やっぱそのスピンしづらさとかにあるけど、車庫入れもそう、あの狭い家の人、特に東京の人たちには本当におすすめですね、じゃ女子におすすめな。そうですね。しかも売れてるとのこと。そう、これはもううちの中で一番売れてる商品なので、スタビアザが出るんですか、ね、はい、一番売れてますね。これって、まあ、今回は ZN8 につけてもらいますけども、要は、まあ、ZN6、ZC6、はい、スバルとトヨタに関しては全てつきます。お、はい、6も8も、はい、6も8も全部つきます。全く同じ、はい、一緒です。前の方にもつくんですね、うん、はい、いいですね、ね、私6系も全然バッチリつきます。そもそもこれもともと6系で開発したやつなんで、あ、へー、やってるやつに何より8が出てきてしまったみたいな。いいですね、どっちも対応してるという、はい、なんであのお客さんの方も強制的に作らせてもらいましたのでドリフトデビューですね。そうですね、だから今日、マダさん の, あのテスト車両に全部つけて、テスト車両楽しいと思ったらあの何でも言っていただければ、はい、つけますので、はい、ありがとうございます。これつけて一番の問題点があるんですよ、うん、それは切れ角が増えることによって、うん、フェンダー内の例えばアンダーパネル、アンダーカバーを引きずっちゃったり、はいはい、で前のフェンダーに当たってしまったり、はいはい、そういうところが問題になってくるんですよ、うん、なのでうちはこの全部をプロデュースして全部を制作企画を考えた時に、アルミホイルも必要だねって言って、うん、アルミホイルは17インチの、オフセット25、それが紙サイズだったんです。
神サイズ17インチの 7.5 7半の25、これが神サイズってことが神サイズ、いろいろそれはレイズさんといろいろ交渉していろいろできないかっていうので、この辺がいいよ、でこれつけてみてちょっと当たるよってやったら、その17の 7.5 の25ってところはここ美味しいよ、ね、完璧当たんないよねっていう、17の7325なんて多分世界に違うけどないですよ、回転いっぱい出てきたんですよやっぱり。そうなんですか、それ当たんないっていうところが、まあ、本当にオフセット、まあいろいろみんな履いてるオフセットは違うと思うんですけども、うん、それに合わせて例えばフェンダーをカットしたり、確かに確かにインナーをちょっと加工したりしなくちゃいけないんですけども、うん、まあそれでなるべくできないようにするのがこの、うん、フェンダーが出ないようにするっていうのが設定だったので、特に18インチのところもバリバリ当たります。あ、そうなんですね、ですか、はい、じゃあそんな今日は女子におすすめな部品をそうですねつけていくということで、はい、今回はこの、6点キットをつけてちょっと今日一日楽しんでもらっていればいいと思います。はい、確かに、はい、じゃあ今日は父よろしくお願いします。お願いします。お願いします。完成したということで、はい、ありがとうございます。お待たせしました、はい、風間さんがあの途中退室してしまったので、ちょっとあれだけご挨拶を、はい、風間と永田と申します。お願いします。よろしくお願いします。作業もしてくれました。ありがとうございます。キャンバーつきましたよね、やっぱかなりね。そうですね、はい、4度半ですね。あ、4度半ですか、はい、それだったらグリップもグリップも両方いけそうな、そうですね、まあ、もっと本当はいっぱいつけたいんですけど、つけるとやっぱタイヤ片振りもしてね、予防する方もいらっしゃいますし、街乗りも多分されると思うの で、ね、いい塩梅のところ、いい塩梅のところで、はい、なるほど。あとはやっぱ楽しみなのは規定格ですよね。規定格、そうですね、はい、で規定格なんですけど、僕の持ってる QJ38 のホイールに255-4017だとタイヤがもう先に当たっちゃうんで、ちょっと今回特別にその規定格を検証するために、風間さんのオリジナルのホイールですね、はい、なんて名前でしたっけ、57トランセンドですね。おサイズが7.5J のプラス25、7半25、はい、キレ角を確保するための、そうですね、まあ、キレ角も確保しつつ、やっぱ、ね、見た目ダサいのは作りたくなかったのでかっこいいコンケーブする、そうコンケーブがねすごいいいですよね。7半のホイールとは本当に思えないようなじゃあちょっと切ってもらってもよろしいでしょうか。はい、あ、カメラマンはケヤキやってますけど、キリキリで、おお動いた動いた、おめちゃくちゃ綺麗、ホイールのフェイスがこっち向いてますよおかしいですよこれ。いや、すごいですね、これ前から見てもすごいですね。前から見させてもらうけど、うわー、なんだこれ、おいおいおい、ホイールの裏側見えてるじゃないですか。ホイールのもう裏側見えてる、そんなことある、こんなに切れるんですか。こんなに切れちゃいます。こんなに切れちゃう、こんなに切れちゃう、反対お願いします。あ、これはそっちも裏側見えるね。いや、見えるし、タイヤの撮影とかで重宝しそう。確かにめっちゃトレッド見える。トレッドがめちゃくちゃ見える。確かにそうだね。あのストッパー、まあ今現状つけなくてもどこも当たりはしないんですけど、やっぱ走ってるとタイヤがブレたりするのを抑制するのにストッパーをつけてやってもらった方があの走りやすいと思います。
なんでストッパー自体は、ドアームのこの辺にプレートをくっつけて、この辺にくっつけて、でこのプレートの部分にパイロットエンドがぶつかるような形にしていきます、うん。まあ、現状はまあどこも当たってないけども、はい、まあ、予防策みたいな感じですね。そうですね。ちょっとまずこの純正状態の切れ角をチェックしようと思います、はい。でこれ、まあ、ZN6ZC6 でございますけれども、前の方の BRZ です。でもなんかロアアームとかは GR86 と変わらない、はい、そうですね、はい、変わらないです。ということは切れ角も、ま、本来同じものが出るはずですけれども、まずじゃあ純正状態どんな感じなのかなというのを数値でこれ測れるらしいんで、ちょっとじゃあ右に全切りしていただいてもいいですか。右全切りでマイナス38という数字が出てます。あ、これくらいの、あ、まあ、角度、タイヤの角度もね、こんぐらいの、こんぐらいだね、まあ、パッと見で左が全切りでいくと30、まあ、38、30か、まあこんなもんかなっていう切り方ですよね。まあまあよく、まあ普通にこんぐらい、普通にこんぐらいだねって感じ普通にこんぐらいです。いつも見てる光景ですよ、うん。じゃあどんな数字が出るか、じゃあまず右前切りでいっていただきましょうか。おお、まあ、43、40オーバーきましたね。これはもう角度40台超えてますね。はい、おやっぱ全然違うよ。もう違う方向向いてます。まるでタイヤのトレッドも大きく見えますね。かなりにこっち向いちゃいます。じゃあちょっと右、まあ、また前切りで、あ、こっちも 40近いですよ。すごいですね。相当これだから切れ角アップしてますよ。そうですね。後ろからもタイヤ見えますもんね。いや本当ですよ、ね、内側がめちゃめちゃ見える、まあ、こんだけ曲がればドリフトコントロールかなり容易になりそうですよね。そうですね、もうめちゃくちゃ楽になるし、ミスってもリカバリーができると思います、はい、なるほど、はい、あっやってやべっつってもうってクイッてやってリカバリーができちゃいます。あ、なんかそうなんですよね。切れ角が少ない車でこうミスるともうシュッおしまいです。回って終わり、ただそれで終わりですけど、はい、そういうリカバリーもできるようになるっていうのが切れ角アップのメリットですね。駐車どんな感じで動くのか見てみたいんですけど、なんかどっか入れてもらえませんか。お願いします。わあ、これ切れてるな角度。あ、そしてね、あのこれ映像で分かりづらいと思うんですけど、めちゃくちゃフォークリフトみたいな動きしてますわめちゃくちゃこうね、なんていうのかな、こう内、ここのここを起点に、後輪を起点にクイッて曲がってる感じ。前が動いてるみたいな。そう、前が大きく振って動いてる感じがしますね、実際だと。で、前切りでこれすごいよ。本当だ、なんかフォークリフトみたいな、ね、フォークリフト。そのままハンドルそのまんまで、で、バックお願いします。いや、すごい動きだよこれ。教習車もこんぐらい切れたら楽なのに確かに、いや、めちゃめちゃ切れますね、やっぱね。切れます、切れますこれ、日常使いでもかなり良さそう。多分恩恵を受ける方が多いと思います。確かに、ここ、こんなにキュッて曲がんないですよね。曲がんない、いや、まさかですね今後ね、やっぱ
街乗りのフィーリングとかも含めてそうですけども、あとはまたねドリフトチャレンジとかでどんなフィーリングに変わってくれるのか非常に楽しみなんでね、やっていきましょう。あのちなみに風間オートの社長風間さんからあの直近で日光サーキットのドリフト走行会空いてますよって言われてましたよ。マジか、はい、ぜひご興味あれば聞いてみます。早速テストの機会が確かに、まあ、そんなこともありまして、いや本当に今回は楽しいものを見せてもらいましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と SNS のフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。